こんにちは。アステラブロックチェーンエバンジリストの奥です。週単位でブロックチェーンのニュースをお伝えする奥達夫のブロックチェーンニュース解説。先週はビットコインが700万円を超えた関連のニュースやアメリカの暗号資産取引所であるコインベースの株式が上場した関連のニュースが目立ちました。そんな中、いくつかピックアップしたニュースをお伝えしたいと思います。 まず一つ目のトピックです。NFT 市場に参入する日本企業が増えています。GMO インターネットグループが NFT を活用した事業への参入を発表いたしました。アートや音楽の流通プラットフォームを構築するようです。そして続いて ABEX のグループ企業である ABEX テクノロジーズ株式会社も NFT 事業に参入することを発表いたしました。 こちらは知的財産の権利保護やデジタルコンテンツの流通を目的とした仕組みの構築を目指しているようです。このほかメルカリやラインも NAT 市場への参入を発表しており NFT の国内プレイヤーは競合をひしめき合う状況になっています。これは試験なんですけれども NFT は今デジタルアートでの利用が目立っております。 しかし一口に NFT といっても様々な産業での利用方法が考えられています。例えばなんですけれども、高級時計のデジタルパスポート、デジタルフレグランス、VR 空間の住宅、アパレルなど、そしてこれからも NFT の利用用途は広がっていき、市場も拡大していくことが予測されます。では続いてのトピックです。 二つ目のトピックは、ストリートアートの NFT についてです。NFT にストリートアートがある位置情報を持たすことにより、そのストリートアートの所有権を表現するというふうな仕組みです。これもう少し具体的に説明いたします。デジタルアートと NFT の関係性なんですけれども、デジタルアートはどこかのストレージに保管されているような場合があります。NFT は別にあって、その NFT に デジタルアートの保管場所が書かれています。これにより、デジタルアートの持ち主イコール NFT の持ち主というふうに表現しています。そして、先ほどのトピックの内容なんですけれども、ストリートアートはどこかに描かれており、その位置情報が NFT に書かれていて、これにより、ストリートアートの持ち主イコール NFT の持ち主というように表現しています。 こちら、ストリートアートが他人の建造物に書かれていた場合、建造物も含めた所有権なのかといろいろ聞きたくなる仕組みではあるんですけれども、結構面白い使い方だと思いお伝えいたしました。では、続いてのトピックです。ビットコインのマイニングに使用されている化石燃料に問題視する声が集まっています。英国を拠点とするビットコインマイニングベンチャーであるアルゴブロックチェーン。 ビットコインマイニングの大部分は中国で行われており安価な石炭を電力源にしています昨今 ESG や SDGs の流れからマイニングに必要な多大のエネルギーやそのエネルギー源に化石燃料が使用されていることに問題視する声が多く集まっていますそういった状況において先ほどのアルゴブロックチェーンでは 再生可能エネルギーへの切り替えを行いました。ブロックチェーン関連企業は今、持続可能な社会のために、化石燃料からの脱却、再生可能エネルギーへの切り替え、またはあまりエネルギーを必要としないブロックチェーンの開発が求められています。今後ブロックチェーンを動かすための利用エネルギー証明にブロックチェーンが利用されるようなことが考えられそうです。 では続いてのトピックです。角川土ン語学園、江野高等学校で、令和2年度の卒業証書をブロックチェーンで発行したことが分かりました。新型コロナウイルスやコスト削減から試験的な導入としてデジタル卒業証書の発行に至ったようです。証明書系ではブロックチェーンと相性がとても良いので、これは試験なんですけれども、そのうち学習実績に基づいて、 スマートコントラクトにより、こういった証明書が自動的に出力されるような形が考えられます。では、続いてのトピックです。アメリカで住宅をトークン化し、仲介業者やローンが不要なペアツーペア不動産市場の構築をしていくというふうな発表がありました。パブリックブロックチェーンを利用することにより、市場の透明性が期待でき、スマートコントラクトにより、 契約の自動化も可能となり、仲介業者を省いて事務手続きの簡略化など様々なメリットが享受できるような仕組みです。不動産は権利のやり取りが多く、そういった権利のやり取りを透明性高く自律的に実行するプラットフォームとして、ブロックチェーンはとても相性が良いので、日本の 不動産業界もこういったプラットフォームになり変わることが大いに予想されます。トピックは以上となります。奥田蔵のブロックチェーンニュース解説、また来週もよろしくお願いいたします。